ウィース、マリオカート8やっていきましょう。中までたっぷりちはやです。ワン、ゴー、あれ？やべ。ちょ、最初挨拶するのやめようかな。喋っててタイミングが逸してるんで、いや、嘘です。失礼しました。多分次のレースからちゃんとやると思う。ここはね、得意コースなんだけど、すごい実力差が出ちゃうコースなんだよね。この部屋で上位取るにはちょっと自分の実力は足りてなさすぎるかな。まあ頑張っていきますよ。ほっ、ここら辺で与えたくない。あー、よかった。メガホンか、メガホンだな。帰ってくるよね。怖っ、届かねえんだよな。そうなんだよな、ちゃんとやんねえと届かないんだよね、これね。あんま変わんなかったですね、キノコ使って。1、早すぎんぞ、マジ。てか、この部屋、トゲねえんだよな。こういう部屋こそ、トゲなきゃダメだろう。仕事しよう、マリオカート8。お、いいね、加速ある。これ、アイテム取りに行こうかな。この距離感だったら取りに行った方がいいかも。なんか今日本当にアイテム異常なんだけど。すごい方向いったね。お、トゲいった。いや、わわ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 、おー、危ねえ。でももったいなかったな。1位トゲいってもこれだからね、マジ。尋常じゃないこの人、本当に。本当に人か？証明出ないか。これはもうアイテムスルー度外視。ほっ、やばい、吹っ飛ばせた。いやー、くそ、うー、1早いな、やばいな。さて、部屋が変わってます。多分ね、実力的にいい勝負の方々と戦えると思う。で、それにしてもなんかやたらケツに脂肪乗ってるキャラ多くね。やたら多くねえか。え、ちょ、ジュゲムさんニートなんないで。あなたは仕事してくれないと困る。レースが始まらないから。ちょっとさあ行きましょう。スタートダッシュも大丈夫だと思います。オッケー。ちゃんとね、黙り込むよね、その瞬間にね。その瞬間からちょっと前か。ちゃんとできる。ちゃんと、にゃーできます。多分いい勝負になると思うんだよな、この部屋は。実力、冷凍だけで言ったら絶対いい勝負になる。マックスで2万6000とかだったかな？投げるか。投げたか。うわー、持ってきていてよかった。ファイアボール、ファイアボール。ファイアお兄ちゃん、ファイアお兄ちゃん。やばいなー。アイテム取りたい。ぬぅ、うわっ、うわっ、わわわ、ロゼッタ止まったから変だなと思ってたらだ。すんげえな。いやー、これリンリンメトロはね、多分きついと思う、正直。注意目指そう。多分無理だと思うわ、こっからは。ただサンダーとトゲがあれば。やめて、そういうの、ほんとに。ほんとに。さすがにね。まあ、攻めれないけどね。サンダー欲しいですね。あ、決まんね、やっぱり。やばい、引かれる。助かった、アイテム使えるのがちょっとでも遅かったらやばかった。なんか引きに来てない？は？アイテムが決まんねえ。終わったわ、これ。その上アイテム決まんないとか言われたら勝てるわけがないんで。あー、あぶねえ。三種目っつのすっかり忘れてました。決まれ。あー、決まんない。お、決まった。これが限界かな。あぶねえ。絶対当たると思ったわ。潰されすぎたなー。
よくここまで上がれたかなって感じですね。いやー、いい勝負になると思いますよ。楽しみ。問題は回線よ。この部屋に回線悪い人がいるんだよ。あれだ、あのロゼッタだ、多分。ひどいワープしてたもんな。始まんねえんだよな。噴水綺麗だあ、これ多分スタートダッシュダメだ。お、大丈夫だった。あ、でもダメでしたね。やばいな。回線っすよ、すべては。後ろの後ろが赤コーラだ、怖え。落ち着いて、譲って。あ、うわっ！オップね、セーフ。メガホンちゃんね。投げてもらいたいっすね、その赤はね。前がパックンだから潰れるじゃん。投げてね。投げてね。使わないから。なるほど。これ使ってもダメなんで。おお、激しい。おー、危ねえ。コインないんだよな。溶けきたか。うわー、うわー、もうおいおいおい、貝落とさんて。あー、ダメだ、コインも取れねえ。そう、このカプリコみたいなやつうまそうだな。オンニューキラーか。ここはダメだな、キラー使うとアイテムのつながりが悪くてやばいことになりそう。もうちょっと待とう。いけるかなこれ。というか、ほっ、逆にこれは行き過ぎてアイテムが取れなさそうだ。でもまあ前越えたからいいか。よしよし、大丈夫ですね。1位のバナナに警戒かな。嫌なとこで。前見えねえ。でも置いてなさそうですね。OK。距離感的にキノコ！多少は追いついたんじゃないか？ああ、そんな追いついてなさそう。トゲ来た！おお！キノコ来た！トゲが来てなくても勝っちゃった。オッケー。ふぅ。ラッキー。この気の差は謎だな。まあ、その前までがひどすぎたってことかな。その分のこの、跳ねっ返りが来たんでしょうね。ありがとうございます。あざーす。さあ、リンリンメトロですね。左の T よし、かわいいな。ピンクのやつかわいいっすね。吹っ飛ばされた。解放しよう、解放しよう。いやー、やめて。 OK、 大丈夫そうですね。これはダメだな、ピューピューしない方が良さそうだ。あー、見れなくなっちゃった。置くかな、置かな、置いたで、置いた置いた置いた。あ、結構離れましたね。そうっすか。えっ、ミスった。だいぶ空いたな、距離。バナナを、うわー、かきちゃったか。バナナじゃなくて、あ、かきちゃいましたね。ずっとコインだったからね。まあ、しょうがないっすよね。まだ舞えるかな。距離感的に、まあ、なんとかなるか。うわわ、うわわ。なんとかしてみせる。なんとかなりそうですね、これならね。あぶねえ。結構なんか落下物が。あ、まだ俺の設置したバナナが。さあ、3周目ですよ。メトロの3周目は危険ですよ。あ、でもいい感じにいけましたね。あんまり一番いい行くことないんだけど、これありがたい。なんかよく見たらすげえさんになってるな。あ、はっ、あー、J 入んなかった。
よし、まあいいでしょう。1位とやー、さあ、よし、よし、あ、やっべ、行って、筋トレして力グーってしたら痛かった。はい、日本語オーツです。さあもう1レースくらいかな。さて頑張っていきましょうか。あーぶねー、ダメだったかもって今一瞬思ったわよかった、当たっちゃうかな、よかった。バナナ類控えてたら終わってましたね。セーフセーフ。あ、これダメだ、ミスター。またコインか。バナナは置くよな、多分な。ここを変えてもか。当たんねえ、遠い、投げなかった。まあいいでしょう、トゲがあるからね。木の位置か、アイテム前のところでかな。そしたらうわっ、やらせてもらえなかった。ここで使ってだいぶ追いつこうって思ったんだけど、ブーメランか、外れた。後ろメガホンですね。攻撃チャンスあんまないよな。1位緑コーラですね。あぶね、イカのあれはあんまりなかったと思う。投げさせてもらえねえか、なぜか。あー、バナナうー、あれも来ねえし、トゲも来ねえし。1早いな、トゲ来ねえよ。赤コーラ、多分この人うまいから止まるわ。うんですね、譲りますよね。3位ボム兵、あのボム兵を2位にどう当てるか。距離が近いからね、逆に当てづらいはず。あー、そのままですね。ふう、多分後ろに置いたのかな。よーし、1位取ったぞー。いやー、びっくりした。赤さんの時はびっくりしたわ。俺はあそこで木野さんだと思った。距離感的に。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオス。